めそれしゅんちゃです。めそれなおみんです。はい、なおみん現れたよ。ほら、あれ、それ私、うん、自分の着てた服忘れたの。はい、じゃあ今日は静岡県の浜松市にある二橋養魚場さんの3月のセールのロケ動画を公開します。でこのお店はだいたい月に1回ぐらいセールをされていて、普段はお店の中にいない養魚場にいる子たちが店内に並ぶ特別な日ということで、まあ、1日じゃなくてだいたい土日とかね、あとは祝日も含めた連休の時なんかよくあるね、セールが、うん、まあ、セールというか、まあ、確かに安くなってるとは思うんだけど、養魚場のところから上がってくるっていう風にね、捉えていただければ合ってると思います。で、いろんな金魚屋さんとか養魚場さんあるけど、そういうスタイルの販売方法をしてるところって珍しくない？うん、養魚場と名の付くところはたくさんあるんだけど、うん、別にずっと同じじゃん、ラインナップ、うん、ずっとっていうか、まあ売れてとか仕入れてって言って変わっていくけど、この日だけはいますみたいなのないよね、うん、そうだね、うん、うん、まあそういう意味ではかなり珍しいお店なのかなって思います。でこの日はすごい天気が大荒れで、割と行きにくかった人もいるかもしれないね、うん、うん、まあ逆に土曜日は晴れてたから、その時にまとめていった人もいるかもしれないけど、中には土曜日仕事の人もいるじゃんね、うん、週末休みの人でも日曜日の方が休みの人多いと思うんだよね、うん、土曜日は仕事の人いるじゃん、ちょこちょこね、うん、会社が仕事にね、そう。で俺たちはスケジュール上日曜日に行ったんだけど、結構その時も雨がひどくて、だけどお客さんもちらほらいてね、たくさん買ってた方もいたね、うん、たまたま見かけたけど、うん、はい、黒水砲丸ね、うん、なかなか個性的ですね、うん、ここもあのバームクーヘンはどう、うん、バームクーヘンにしか見えない毎回、うん、このね、うん、形、そう、うん、ただ何気に水槽の中のレイアウトも綺麗だよね、砂利とかこの水草みたいな、今一本だけ生えてたけど、これも黒水砲丸だね、うん、なかなか個性的なお店だと思ってて、俺は金魚たちのラインナップもそうだし、自家繁殖がメインのお店なんだよね、うん、うん、それも珍しいと思ってて、養魚場と名の付くお店でも割と普通に仕入れて売ってるっていうところが多かったりするじゃんね、その自家生産もしていてもメインではなかったりするんだよね、うん、でもこのお店はかなりの比率で自家生産してる感じがする。まあ、詳しい数字は聞いたことないけど印象がね、うん、うん、で親魚として使ってる子はバックヤードにいたりするんだけど、あそこは関係者以外立ち入り禁止でね、もちろん、うん、でもそういうバックヤードにいる親魚がこうやって表に出てくる時があるんだよね、その店長さんの判断だと思うんだけど、もう親としては使わないよみたいな、うん、うん、そういう子が出てきた時におっていう風にね、この子たちもかなり大きな子たちなんだけど、おっていう風に掘り出し物だなって思う時もあるね、うん、うん、まあ、この水槽だと俺は後ろの5色がかなり気に入ってるんだけどね、うん、うん、綺麗だね、やっぱりキャリコとか5色が好きだからそういうのに目が行く俺は、うん、うん、うん、ナオミは今回黒水砲丸に目が行った、うん、うん、そうだね、うん、うん、終わり？うん、終わり、終わりですね、うん、うん、まあこのお店ももうだいぶ通ってるよね、そ
そうだね、うん、キングシーク始めて1ヶ月ちょっとの時に行って、それからずっと通ってるから、もう何十回行ったんだろうっていう感じで、うん、うん、まあ、近いっていうのもあるよね。同じ市内だから、弥富とか静岡市方面に比べたらだいぶ近いよね、うんうん、だから行きやすいっていうのもあるんだけど、いろいろ変わったり変わらなかったりして、好きなお店ですね。稚魚も売ってるんだよね、特にこの時期は、うんうん、昔は龍眼あずま錦のお店っていうイメージだったけど、確かに、うん、その時と比べたらだいぶ増えたかな、あの品種が。昔というか2年半前ぐらいなんだけど、その時は龍眼あずま錦と浜錦っていう感じだった、俺の中で、うん、そうだね、うんうん、両方ともそんなにいないじゃんね、他のお店で。だからこそ目立ったっていうのもあるし、印象深かったかな。当時はホームセンターばっか見てたからさ、あと金魚すくいか、うんうん、だけど龍眼あずま錦の稚魚っていうのはまだ販売されてないし、今年の龍眼あずま錦を見てないね、まだ。そうか、うん、まあタイミングもあるのかもしれないけど、そのうち出てくると思うけどね、うんうんうん、かなり個性的で可愛い子が見つかる時があるので、定期的にチェックしたお店だね、うんうん、まあ、この辺ちょっと雨だったから、そうね、曇っちゃってね、うん、そう、足元のね、うん、一番下の段の水槽っていうのはちょっと水がなっちゃってますけど、一応映してきた。まあまあそういう感じで、うん、うん、まあ、これからヤフオクなんかも結構出品されてるお店なので、ヤフオクの方でも三橋養魚場という名前で出てると思うね、出品が、うん、うん、はい、ん、え、ん、どうしたん、今日も睡魔と戦ってます、うん、ナオミンです。毎日眠いね、うん、いつも何時ぐらい寝てるの、うん、早い時は9時とかに寝てる時ある。そっか、でもまた目が覚めてそれで起きて行動してまた寝たりとか、うん、じゃあ9時に寝ちゃって、うん、そのまま朝までってことはないよね、うん、それはない、うん、寝落ちしちゃう感じだね、うん、そう、これ稚魚だね、うん、でもさ、あの稚魚だいぶちっちゃいけどさ、うん、生後どのくらいなんだろうね。あ、どうなんだろう、1ヶ月当たってると思うけど、うんうんうん、すごいこれ、このぼんやり感、うん、モザイクみたいになってる、ね、この辺りが常設スペースのプラ船ゾーンだね。かなり広々と泳いでますね。まあ、こういうところにね、いたりするんだよね、掘り出し物が。すごいって。何それだから。何多いって。わかんないけど呼びたくなっちゃうの。そうだ、ね、うん。そっか。これなんだろう、浜錦と天目金かな。このお店は割と個体によって値段が違うんだよね、同じ桶でも。そうだね、うん、そこは、まあ、店長さんに聞いて確認すると。ただ、まあ、こういうプラ船は何円からとかって書いてあったりするよね、うん、うん、でもそこまですごく違わないよね。例えば1500円からって書いてあって6000円ですって言われることはないじゃん、うん、だいたいそれはそうだよね。1500円からだったら行っても2500とかだよね。でも大概1500だけど、そういう時
でもちょっとあるんだねやっぱ見方が。そうだから、まあ、いろんな価値観があると思うけど、めっちゃ安い、これこんなに綺麗なのにって思う時もあるし、これ意外とするんだって思う時もあるんだよね。そうで、やっぱお店の人から見たら欠点の部分でも、こっちからしたら気にならなかったり、むしろそれが可愛いって思える時もあるんだよね。だから、まあそれぞれだね本当に。この辺は超微水槽ですね。頑張って、あともうちょっと。生きてるよ大丈夫だよ。おーいって言ってくれれば。俺が？どう調味は？調味だね。だねってなんだ。これは金魚？金魚じゃん。これ金魚じゃないって思った？金魚だった。そうだね。ランチュ、はい、これ何ランチュだろう。浜松ランチュかな。どうだろう。当歳かもしんない。このぐらいの大きさなら2歳かもしんないけど、フリフリしてて可愛いですね。はい、また稚魚だ。これピンポン？おそらくピンポンだね。やっぱそのタイミングってあるのかな、順番で。まずはピンポン繁殖させてとか、順番みたいなの決めてんのかな。ねえ、どうなんだろう。それかたくさん養魚場のさあるじゃん、その中で順番になんか繁殖、繁殖させるのかな、自然にするのかな。してると思うよやっぱ養魚場さんは。どこでもね。やっぱり当歳ですって言いたいもん。あの立派な金魚ね。今のが濃いか。そうそう、金魚か濃いか分からなくない。時計に動けてると。そっか。まあお魚には変わりないよ。そうね。この辺りの白桶に入ってる子たちが普段は養魚場にいる子たちだね。セールの時にこうやってお店に並ぶような子たちですね。全体的にやっぱり今年の子か分かんないけど、ちょっと小さめの子たちが入りやすいね、ここに。でやっぱり二橋養魚場さんはアルビノ種が豊富で、いろんな種類のアルビノ系がいますね。これもかなり珍しいんじゃないかなって思います。アルビノ自体がそんなに販売されてないのに、あらゆる品種のアルビノ種が揃っているということで、アルビノ好きの俺たちにとってはかなり嬉しいね。ここのお店からお迎えしたアルビノ種も数匹いますね。でこれはちょっと大きめの個体、桜浜錦かな、浜錦たちとアルビノオランダたちですね。ニハシアズマっていう名前で売られてる時もあるね、アズマ錦。ニハシ養魚場さんのオリジナルな品種というか、その特徴があるアズマ錦が販売されています。ニハシってつくの、ニハシじゃない、ニハシか。ニハシってつく品種はそれぐらいだね。でここが常備水槽で、キャリコとか5色の子もいて、だいぶ良かったです5色。俺が一目惚れしたのはこの子ですね。この画面左側のちょっと黒っぽい5色の子。美しいね。これは美しかったな。見つけたって思ったこの時。そうなんだ。まあちょっと似た子がうちに何匹かいるけど、好きなタイプだね。
やっぱ似たような子でも好きな品種っていうか好きなタイプは何匹か欲しいって思うし、うん、あわよくば性別違えば繁殖してくれるかなって思っちゃう。だけど多分体の形的にまたオスかなって思うけど、うん、細いから、うん、長尾は割と細めが好きだから、うん、まあ、ぷっくらもいいんだけど、どっちかというと俺が選ぶのってほっそりしたのが多いよね。うん、うん、だけどまあわかんないけどね。でもさ、繁殖させるためだけに飼うわけではないから、まあ、別に性別はどっちでも可愛ければいいなって思う。でこちらは江戸錦たち。昔は江戸錦いなかったんだけどね、今いますね。でこれもここでしか見たことがない新玉の花という珍しい品種ですね。うん、尻尾がちょっと伸びていて背びれがないかな、うん、うん、珍しい品種ですね。こちらも誰が名前をつけたのかわかんないけど、ね、うん、その同じ品種でもグレードが分かれてる時あるね。両物とか両型とかね、うん、波物とかね、うん、これも江戸錦だね。そう、江戸錦というか卵中タイプは多分ここで買ったことはないかな。そもそもあんまり卵中タイプを買わないんだけどね、どこに行っても。ナオミ的にはうち、ん、で卵中タイプの繁殖させるのは嬉しい？もししたとしたら。あんまり興味ない。うん、あのね、それはね、うん、あの本当のこと言っていい？うん、それはあんまりかな。卵中タイプあんまり？うん、じゃあ何タイプがいいの？うん、うん、正直にうちにいないタイプでもいいけど。ヤンボ？ヤンボの繁殖させたいの？あのなんかでもあの、うん、吉郎くんとかの子供いるでしょ、うん、あれが可愛すぎるから丸くて、うんうん、だからヤンボタイプがいいと思った、うん、ヤンボタイプってあんま言わんけど、ヤンボ、ヤンボタイプってなんて言ったの？ショートテールオーラのタイプ。そうそうそう、ヤンボ、うん、だいたいタイプっていう時って間違えちゃった。たくさんいる方を言うじゃん、うん、そうだった、そうだった。ヤンボめっちゃ狭い。ごめんごめん、うん、ヤンボタイプじゃない、うん、ショートテロなんだね、うんうんうん、あと可能ならばアルビノッシュも繁殖させたいんじゃない？うん、アルビノはね、うん、そうだね、うん、うん、うちにアルビノオランダが2匹いるでしょ、うん、お互いの金魚だけどね、うんうん、ね、あの辺りがちょうど性別が違えばね、うんうん、そうだね、うん、仲良しだよねあの2人ね。そう、まだまだ言っても3月末だから、これからどんどん冬眠してた子たちがどのお店でもラインナップに並ぶと思うので、うん、楽しみな時期だね。その冬に眠っていた子たちが表に出てくるのもそうだし、このタイミングでお迎えすると繁殖行動に移りやすいということでね、うん、かなりワクワクそわそわしつつちょっぴり不安があったりもするね。時間めっちゃかかるなとか、場所どうしようとかね、うんうん、だけどそういうのも疲れつつ楽しむって感じだね。この5色の子もいいな。やっぱ5色綺麗だな。5色とかモザイク透明輪とかいいな、うん、いいね、うん、好きだね5色とか、うん、3色とか。そうね、うん、私は結構なんか何でも好きだから、うん、あんまり色にこだわりないの。うん、いい色でもね、うん、あの可愛いお顔とかそうねしてたら愛嬌とかね、うん、はい、ここも立派な親魚が揃ってるプラベンですね、うん、こんな感じで二橋養魚場さんはセールの時はかなりの子たちが並びます。普段のセール以外の時も常駐スペースに可愛い金魚がたくさんいるし、あらかじめ連絡を入れてこういうのが欲しいよって
希望を伝えておけば、それに沿った子たちを養魚場の方から用意してくれる時もあるので、ぜひお気軽にご相談してみてください。ということで今日の動画はこの辺で終わろうかな、と思います。じゃあ今日もここまで動画を見ていただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。負けは？おやすみなさい。もう眠いね、俺は。完全に。では皆さんも良い夢を見てくださいね。はい。